タロス、城壁の信号遮断能力が下がっていないか確認して。城壁の信号遮断能力は低下していません。じゃあどうしてラプちゃんが押し寄せてきたのだ。今までこんなことはなかったのだ。少数のラプチャーに攻撃されたことはありましたが、ここまでの規模は初めてですわね。ということは王国の中で何か変化があり、そのせいでラプチャーが攻め込んできたと考えるのが。そうですね、そのはず。あれ、それって私じゃ。そう、お前のことなのだ。王国で最近何か変わったことといえばお前なのだ。私じゃありません。わかっていますわ。しかし何か心当たりはありませんこと。そんなこと言われても。シグナルジャマーおよび救難信号は現在も発信中です。城壁に妨害されていますが、一定の信号漏出の可能性は存在します。今までずっとつけっぱなしだったの。機能停止の命令は記録されていません。今すぐ停止しますか。おバカ、どうして。今すぐ切って、早く。了解しました。シグナルジャマーおよび救難信号を停止します。私のせいですね。タロスがずっと救難信号を発信してたなんて。申し訳ありません。私も知らなかったんです。キロ、王国を出た方がいいと思いますわ。はい。いや、確かに私が悪いですけど、正確にはタロスが悪くて。だからって出て行けっていうのは。戦い慣れていないのでしょう。アークに逃げるべきです。アークに帰れなんて。お嬢様、アークに行かれては王国の存在が明らかにされてしまうやも。そうなのですか。いいえ、話しません。実はよくわかりません。キロ、今の決断の時ですわ。この地に残るか戻るか、あなたの命がかかった状況なのです。王国で働き、王国の者と共に過ごし、ここで価値のある存在になれるか。ここに居場所はあるのか。計りにかける時間は終わりました。ですから決断しなければなりませんわ。今ですか。ここがあなたの最後となるかもしれません。クラウン、私が必要だと言ってください。あなたには私たちが必要ですか。あなたが王国に必要と私が口にすることは簡単ですわ。しかし大事なことは他人の意見ではありません。あなた自身が何を必要としているのか、それが何より大事なのですわ。存分に悩むことです。悩み終わった時、あなたには望みが生まれるでしょう。その望みを私に教えてください。私が叶えて差し上げますわ。少しだけ時間をください。いいでしょう。チャイム、キロと一緒に城壁の補修を。かしこまり